皆さん、こんにちは。歯科医地域一般実践会、ウェブコンサルタントの茶川です。今回のこの動画では、SEO 対策のポイントを3点ご紹介させていただきます。最近は SEO 対策というのは複雑化してきておりまして、かなり難しくなってきています。それでも、やっておくべきポイントというのはいくつかございまして、今回その中から3点ご紹介させていただければというふうに思います。ぜひ最後までご覧ください。それでは本題に入る前に自己紹介させていただくのですが、私はお客様先に出ることは基本的にはないのですが、ウェブマーケティング専門のコンサルタントとしまして、100以上のホームページ、50以上の広告の管理を実施しております。Google の検索広告や Google のディスプレイ広告の認定資格を所持しておりまして、その他にもホームページのコーディングや SEO など様々なスキルや知識などを習得しております。私の動画ではこうした Web に関する様々なトピックを分かりやすく解説させていただければというふうに思っております。また、このチャンネルでは歯科医経営に関する最新の経営ノウハウを発信しております。歯科医経営にお悩み方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは本題に入ってまいります。今回のテーマは SEO 対策になります。皆さんの院でも SEO 対策が何か実施されているでしょうか？正直、これをやっておけば順位が上がるといった仕組みというのが最近ではなかなかなくなってきておりまして、もしあったとしても、委員規模では実施が難しいケースがございます。ですので、数年前に比べて SEO の難易度というのはかなり向上しているのが現状です。その中でも、ぜひやっていくポイントというものは何点かございまして、今回その中から3点厳選してご紹介させていただければというふうに思っております。まず1点目が、検索ワードとホームページの内容の関連性になります。人は検索をするときに、こういう回答が来るだろうといったことを期待したり、あるいは予想したりしながら検索を行っています。ですので、その検索結果に表示される情報というのは、そういった予想だったり期待だったりというものに答えた内容でなければならないということですね。ここで重要な言葉を一つご紹介しておきますと、検索とは質問である。コンテンツとは回答である。この言葉は SEO では結構重要ですので覚えておいてください。つまり、こうした検索という質問に対して、どんな回答をするのが適切なのか、あるいはどんな回答が求められているのか、こういったことを考えながら取り組むことが大切だということですね。これことをよく理解しておいていただければというふうに思います。こうした観点で見ると、コンテンツの作り込みも非常に重要になってきます。一度ホームページを作ってそのまま放置しているという印象あるんじゃないかと思うんですけども、そういった方は非常にもったいないことをしているというふうにご理解ください。なぜなら、質問には様々な観点があるからです。そして、その観点によって提示すべき回答も異なってくるわけだからです。例えば、インプラントの場合ですと、インプラントに興味がある人もいろいろパターンがあると思います。例えば、もう今すぐ治療してくださいという方もいらっしゃれば、インプラント治療したいんだけども、ちょっとやっぱ不安だなというふうに思われる方、いろいろパターンがあると思うんですよね。それによって対応は変わってくると思います。また、人によって重要視するポイントも変わってくるわけです。例えば、技術であったり、設備であったり、保証内容であったり、価格だったり、こういった重視するポイントによって提示すべき情報も変わってくると思います。カウンセリングのように対面のコミュニケーションであれば、その場その場でアドリブが来ます。相手の反応を見ながら出していく情報を変えればいいわけですね。ただし、ホームページではそうはいきません。書いてある内容が全てです。だからこそ、いろんな情報を分かりやすく、整理して書いていくことは非常に重要になってくるわけです。以上が1点目の内容、検索ワードとホームページの内容の関連性についてでした。繰り返しになりますが、検索ワードとは質問です。それに対してどう回答していくかということは重要であるということをご理解いただければというふうに思います。続いて2点目のポイントになります。これは信頼できるサイト作りという項目になります。ここで言う信頼という観点は主に2つあります。まず1点目は、ホームページ責任者が信頼できるかどうかです。ここで言う責任者とはもちろん院長先生のことを指します。院長先生は信頼できるかどうかを Google がチェックしているといった形になります。例えばなんですけども、自分のホームページを持っているんですけども、他のホームページで一切名前出てこないという人がいたときに、Google は、あれ、この人信頼していいのかなというふうに思ったりするわけですね。そういったことを起こさせないということは重要になってきます。なので、ポイントとしましては、信頼性を高めるために外部の露出を増やすことがまず第一点になります。例えば、インタビューに何か回答する、書籍を出版する、あるいは SNS やポータルサイトといったところで名前を出すといったことですね。院長先生の名前が外部サイトに出てくるということがまず1点目のポイントになってくるわけです。また、基本的なことなんですけども、ポイントの2点目としまして、院長先生の略歴や所属学会、こういったものを記載しておきましょう。院長紹介のページですね、こういったところに記載しておくのが良いかと思います。私はこういう人間なんですといったことのアピールも重要になってきます。そして、信頼性の2点目なんですけども、情報そのものが信頼できるかといったポイントになります。特に最近では新型コロナウイルスの流行がありました。今のように社会混乱すると、デマや詐欺が通常以上に横行するようになります。なので、何が正しいか、なぜ正しいかのチェックというものを Google は強化するようになってきているわけです。ですので、ここのポイントとしましては、信頼できるソースを明記することになります。ニュース記事や出典の URL などの記載ですね。こういったことを記載して、信頼性を高めていくといった対応が必要になってきます。考え方や記載方法につきましては、論文を書く場合のルールと同じだと思ってください。特にポイントになってくるのが、スタッフの書くブログや歯の豆知識で重要になります。Google は誰が書いたかも重要しているからです。ですので、先ほどお話をした情報のソースを書くということにつきましては、スタッフがブログや歯の豆知識を書いている場合に有効になってきます。院長先生であれば信頼されやすいんですけども、スタッフの場合はちょっとそういうわけにはなかなかいかないわけですね。で、そうした信頼性が低いページというものを作成してしまうと、SEO 的にかなり不利になってしまう傾向がございます。そしてブログの場合ですと、例えば週1でアップしているっていうインスタの場合だったりすると、そういった信頼性の低いページが量産されてしまいやすい傾向があります。なので、スタッフがブログなどのコンテンツをアップしている場合は、特に意識をして出典の明記、ソースの明記、信頼性の向上、この点を意識していただければというふうに思います。
そして SEO のポイントの最後の3点目ですが、ズバリ写真です。品質の良い写真を掲載すると非常に重要になってきています。今動画をご覧の皆さんでも日々写真の品質で物事を判断している事例がありますので、そのちょっと事例をご紹介していきます。それは Amazon をはじめとしてショッピングサイトです。ここのような検索結果が提示された時に何をもってクリックする、しないというのを判断するでしょうか。多くの場合、価格と写真ですね。価格と写真を見て、あ、これいいなと思ってクリックをするといった形になってきていると思います。ほぼタイトルだったり、その下にある文章だったりで読んでないんじゃないでしょうか。また、YouTube のサムネイルも同様に、動画を見る見ないの判断をサムネイルを見て決めている形になります。なので、写真の機能というのはいくつかあるのですが、大きなものとしては2点。注目を集めること、そしてイメージを伝えることです。まず1の注目を集めることについてなんですけども、文章中に画像があると人は思わずそっちを目に見せてしまうことです。これを利用して文章の区切りを入れるタイミングだとか、文章の中で視覚的なイメージを伝えたい時などに有効になってきます。そうすることで文章にリズムが生まれてくるんですね。次に2点目はイメージを伝えるということです。これはホテツコンサル普段からやってらっしゃる院長先生だったり TC の方だったら分かると思うんですけども、写真などの視覚イメージなしでの説明はとても難しいです。ほぼ無理だと言ってもいいぐらいのレベルです。言葉だけで理解してもらうことっていうのはほぼできないんですね。ですので特に院内の雰囲気だったりイメージを知ってもらうということについて、写真以上のツールはないと思っていただいてもいいかと思います。この原則というのはホームページも当てあるわけです。またスマホ対策においても写真は有効になってきます。スマホでホームページを見る人はほとんど文章を読んでいません。長文のみのページだったりすると、もう本当文字情報だけだと、あ、もうこのページいいやと思って他のページに行ってしまったりっていうのは応援して起こり得るわけですね。実際に長文のみのページに対して写真を1枚追加するだけで平均滞在時間が20秒伸びたといった研究結果もございます。ですので必ず文章には良い写真とセットで記載するといったことを心がけてみてください。というわけで本日のまとめになりますが、1点目が検索ワードとの関連性、2番がサイトの信頼性、3番目が写真。この3点を意識することで SEO の対策につながってきますので、ぜひ取り込んでみていただければというふうに思います。それでは今回の動画の内容は以上となります。最後となりますが、弊社の LINE 公式アカウントでは歯科医経営にまつわる登録者限定の動画情報を配信しております。ぜひ友達登録のほどよろしくお願いいたします。 LINE の公式アカウントに登録をしていただくと6日間の無料経営ゼミを特典としてご覧いただくことができます。概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひ友達追加をお願いできればと思います。それでは本日の内容は以上となります。ご清聴ありがとうございました。